キックオフでスタート。ザスパ草津群馬対大宮アルディータ。さあ北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？菊池康介ですね。的確なポジショニングで相手の攻撃を跳ね返すなど守備の能力の高い選手ですよね。シュートブロックの上手さもチーム随一ですけども、ヘディングの強さを生かしたセットプレーでの得点力の魅力ですよね。ああなるほど。さあこの能力をどう試合に生かしてくるのか楽しみです。ここはディフェンスです。ボールを取ります。いいパス出ましたね。いい展開ですね。ズラタンに渡る、打てるか、長谷川のシュート、まだありますよ。次のフォローアップがやっぱりいいでしょうね。ズラタンシュート、ボールはクリア。平重、今井、浮き玉で裏を狙う。さあどうだ、面白い、ズラゴー。小林、スペース出ましたね。開きましたね前。コーナーキックです。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。なんか揃ってますからね。打つ、まあ、クリアは精一杯ですよね。奪います。ここは素早くマーク、これは奪われました。さあ前線へ、ナイスカットですね。ボールを離しません。平重、守備陣のほんの少しの隙にしっかりつけ込んできます。攻撃の形は良かったと思いますね、はい、相手のミスという感じでしたけど、そこを見逃さずしっかり狙っているっていうのが素晴らしいですよね、うん、そうですね。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。側に渡る、オフサイドですか。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますね。ここで取られました。おお、チャンスですね。シュート、いやちょっと浮いちゃいましたね。これはクロスバーのわずかに上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っておきたかったですね。ななみさん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ここまでのところは両チームとも攻撃的で素晴らしい試合を展開していると思いますね。どちらが先に決めるのか注目ですね。さあ立ち上がり、まだ両者に得点はありません。イエナ前線へ出す、渡辺、長谷川、長いボール浮かしてきた。いいオーバーラップですね。ゴールキックです。このパスはつながりませんでした。長いボール浮かしてきた。サイドからチャンスメイクしたいですね。ここは抑えました。柔らかいボール、前につないでいきます。
はシュート、ポストだ。スローイン、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。ボールを奪います。ボールを奪う。さあどこへ出すのか。いいパスですね。ディフェンダー集中力いいですよ。カルリーニョス、さあスペースを狙う。スペースにいいボール出たんですけどもね。これを拾います。ここで奪われました。ズラタン、長谷川へ。うわ、展開早くなってきましたね。カット、渡辺、中村、どう展開していくのでしょうか。ここからラインの裏ですね。エデル、抜けてくる、シュート。ここで前半終了です。前半0対0。北澤さん、スコアレスで折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。これは取られます。このボールはクリアです。おっと、これはどうだ。長谷川へ、家永、中村、ズラタン、サイドからも来てますね。どうする。かろうじてクリアします。さあここからの展開、ありましたね。あと2人いますよ。いや、今みたいなね、一本の縦パスが決定的なシーン作れますからね。狙っていくべきですよね。小林、このボール争いチェックを受けますが動じません。ファンソンス、さあ誰に出すのか。サイドのスペースを使います。チャンスじゃないですか、これ。どうだ、面白いですよ、このボールも。とボールは持っていきなりチャンスですよ。シュート、こぼれている。ファールがありました。さあこのセットプレー、先制点のチャンスです。直接、あー直撃、ポストに当たる。シュートに行けるか。前を向けるか。本当に中盤の攻防っていうのは激しいですね。お互い自由な時間とスペースを与えてないですからね。さあカウンタースピードを上げたいところ。ボール入りましたよ。うん、いい展開ですね。2人3人いますよ。中央へ、キーパー直接処理しました。これはクリアします。ファールでしょうか。長谷川、うおーと枠に行きませんでしたね。さらに前に行きたい。奪います。縦にボールをつないでいきます。
スルーパス、おお、いいボールだ、ズラタンに渡る、ズラタンシュート、ゴール、宮がようやく均衡を破ります。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。ポイントだと思いますね。なるほど。ちょっと危ないぞこのパスは。青木、試合残り時間は20分です。ここはディフェンスです。奪われます。奪い返します。よく取りましたね。まだボールをキープ。あー面白い。オフサイドですかね。前を向けるか。どういった攻めを見せるのか。このドリブルはいいですね。さあシュートか、シュート、こぼれた、押したよ、押し込んでくる、すっごいボギーだ。クリアします。さあ中へ入っていきます。どうだ、シュート、上です。いい状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。同点です。試合は振り出しに来ましたね。さあ群馬、ここで追いついています。ね、追いつきましたよ ね、 そうですね。ただゴールを決められた側よりも決めた側の方が非常にこう有利なので、はい、このまま試合を決めていくような考え方を持った方がいいですよね。なるほど。ボールを奪います。と捉えてしまったか。平重、いいですね、いい切り替えですね。これは合いません。渡辺、これは奪い返します。これを打てるか、奪われる。さらに前に行きたい橋本、カウンターを仕掛けていきます。さあ抜け出した、打てそうだ、打った、ゴールある。これが決勝点になるんでしょうか。少しプレッシャーが足りなかったか、フリーで打たせてしまいましたね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。さあ大宮、土壇場での勝ち越しゴールを決めました。まあここまで競り合ってこの時間帯でのゴールですよね。試合を決定づける一歩になるかどうかですよね、はい、そうですね。シュート、ゴール。ここでフリーで打たせてはいけません。パスのタイミングや受け方やシュート、これもどれをとっても申し分ないですよね。今日2点目のゴールです。笛です。3対1群馬、残念な結果となりました。さて北澤さん、本日の対戦何か